ていうか敵って。彼女は敵じゃないの？今は朝の7時前だな。あ？そうだけど何よいきなり。銃声が。待て。止まれ！
お前は本当に天王寺ナヤカ。お前はこれから桐生萌香を殺すつもりなんだ。そうよ。父親の復讐か。お前と桐生萌香は父さんを殺した。店長が自殺したんだ。自分で頭を打ち抜いた。それに俺たちが行かなくてもあの男は自殺していただろう。逆恨みだ。そんなの知ったことじゃない。父さんが死んだ時桐生萌香はその場にいた。でも父さんが死ぬのを止めなかった。だから許さない。お前もだ、岡部凛太郎。あの場にはいなかったけど、お前に関わらなければ父さんは死ななくて済んだ。だがお前はすぐには殺さない。殺せないからね。お前を殺すのは15年後。それまでせいぜい怯え続けるんだ。お前は誰なんだ。15年後に殺すってどういう意味なんだ。ママの意味だよ。お前は15年後に私が殺した。わからないのか。今こう言った。お前は誰なんだって。私は天王寺苗だよ、間違いなくな。ただし私は15年先の記憶まで思い出している。タイムリープ。した時のこと教えてあげよっか。なんかレジスタンスの創始者とか言ってセルンに歯向かってたみたいだけど、私が拉致して監禁してやって、考えつく限りのありとあらゆる拷問を加えてやったよ。お前は痛みに泣きわめき、クソとションベンを撒き散らしながら私に命乞いをした。実に醜かったよ、岡部凛太郎。しょうがないから最後に私自身の手で喉をかき切ってやった後、気が済むまでメット刺しにしたのよ。一体何回刺したか私でもわからないぐらいのね。それが15年後のお前が迎える最後だ。父さんを殺したお前を待っている運命だ。
分はお前の作ったタイムリープマシンを回収して15年もの間一切手をつけずに保管したままだったんだ。私はそれに目をつけたの。15年後ラウンダーになった私はお前を殺してからそれを使ってここまで戻ってきた。一度にたった48時間しか遡れない欠陥品だから随分苦労したけど。単純計算で2738回だ。他にもいろいろあったせいで実際の回数はきっと倍以上だけどな。自分が何回タイムリープしたかなんてとっくに忘れたよ。私はこの復讐のためだけに生きてきた。誰にも邪魔はさせない。絶対に桐生萌香も殺してやる。この手でだ。自殺なんてさせるもんか。そんな生ぬるい死に方で逃がしたりはしない。勝った。それだけのために15年もの歳月を遡ってきたのかよ。それだけだと。お前たちにとってはたったそれだけかもしれないが、私にとってはお前と桐生萌香を殺すことだけが全てなんだよ。それで萌香を殺してその後はどうするつもりだ。その後遡ってきた15年をもう一度やり直すのか。そんなものに何の価値がある。価値なんてないんだ。お前は今は何もしなくていい。ただ怯え後悔し続けろ、岡部凛太郎。15年後に私が迎えに行く時まで。
その傷どうしたの？大丈夫？携帯は持ってきたけど、説明してよ。その傷はどうしたの？救急車呼んだ方がいい？落ち着け。今から D メールを送る。あ、そうか。世界線が変わればこの傷もなくなるのかな。なあ、どうして店長は萌香を殺さなかったんだろうな。どういうこと？思うんだ、やっぱり店長は萌香を助けたかったんだよ。データ世界線ではそうなるといいな。悪いな、ナエ。お前の復讐は果たされない。